月前の僕、わーい、ルンルン、二次フェス、すっごい楽しみだな。何着て参戦しようかな。あ、このメッシャーズ、好き好きロンティー着てこうかな。これめっちゃ可愛い。あ、このふわっちのロンティー着て、あのなんか髪ふわっちカラーにして染めて参戦するのもありだな。楽しみだな、ルンルン。あ、このクズハッチの頑張って手に入れたパーカー着てくのもありだな。あ、もう何着てこう、楽しみすぎて寝れないよ、僕、ルン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 。あ、そうだ、頑張って集めた、あの去年のシンフォニア絵柄の渦崎コウくんの缶バッジで板場作って参戦しようかな、これ持ってって。なんかコウの配信はコウの場所でしか得られない楽しみあるからで、なんかスパイス効かせたオタク語りとかしたいな。楽しみだな、ニジフェス楽しみ、ルン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 。皆さんこんにちは、ニジフェス全落したオタクでございます。あ、はじめまして皆さん、ニジフェス全落オタクです。イエーイ、赤みべんくんのねお面でなんとか精神を保ちながら今日はニジフェス落選したということで、あの秋葉原でその悲しさを生かしたオタ活をしていきたいと思います。ということで動画スタートです。キラ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 。はい、まず最初はことぶき屋にウィンターグッズをし、あ、もうあっちなあっちな、これもうグッズ買いに来たのももちろんなんだけども、このポップ等身大ポップを見に来た、このエターナルアルティメットエターナルアチナ、あとセラフ君も彼氏みたいにかっこいいよ。僕泣いちゃってセラフ君スタイル良すぎだよ。あとアスター君も可愛くてしてキラキラしてるね、もう指まで可愛いんだから、アスター君はもう可愛いね。はい、そしてベストオブサイグスアチナ2023大賞受賞者サイグスアキナさんです、おめでとうございます。アチナはお目目もキラキラしてて綺麗で、さすが受賞作品ですね。そしてプレミアムクリスタルエターナルおてて、おお、すごい、こっそして下半身もすごく素敵に輝いてて、もうアチナ、このアチナに会えて僕嬉しいよ、アチナもうキラキラしてアチナはい、もちろんアチナくんとツーショット撮らせてもらいました。ちょっとだけなんかオタ活する自分が好きそうなオタク感があって、ちょっとそこだけ気になるけど、でもすごい素敵なお写真で、もアチナとの身長差をなんか見せつく、世間に見せつけることができて、僕は本当にもう満足だよ。アチナ見て、これベストオブクリスタルプレミアムエターナルおててアチナ、このおてて、アチナのおててを見せ、もうアチナはね、もういい、もうおてて見せてくれてればそれでいいから、もうアチナのおててはね、本当にもうアチナの酸素がすごい供給されてました。見てこのキラキラしたお目目、こんなのもうオトメイト界隈も歌プリ界隈もざわついた、もうねアキナのプリンス様って感じ。もう本当アチナは、アチナはオトヤくんとショウくんと3人で本当にミックスグリルとしてなんか誕生すべき存在だなって改めて今回で認識できました。本当にアキナくんありがとうございました。はい、ことぶき屋さんでいろいろグッズ買わせてもらいました。もう勝手20秒で使うオタクでございます。もうねこのクリアファイル絵柄が神、アチナも ロレピも あとあの他ジャンルのエッチな男も知れました。はい、もうさ、こうやってもうなんかもう買ったものこうやって胸に詰め込んでさ、ポケットのコイン、それと言わなビーマイフレット、ワンピース決めちゃったから本当にもうエース君の胸筋はエッチ。はい、ということで2時3時ウィンターチェキの方買わせてもらったので開封していきたいと思います。あ、ちなみにこちらのタイ料理屋さん、すごいアットホームなタイ料理屋さんで開封させていただきたいと思います。あ、ちなみになんですけれども、あのシークレット絵柄、シークレット絵柄が今回登場するので見たくない方はここで動画止めてください。あのご視聴ありがとうございました。あのシークレット絵柄出ますので、ということで先に全パックちょく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 開けてきますね。もうすごいね、もうお酢の香り、うん。はい、一パック目いきたいと思います。誰でしょうか。キシュピン、キラ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 、あ、セラオちゃんでございました。あ、漏れてて可愛いセラオくん、まあ、圧倒的彼氏感がすごいですねって、ハワワワタイ料理に生えてるセラフくんかっこいいですねってもうすごいにちゃーってしてね。はい、キプラバック目は誰でしょうか。おー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 、これもうなんかもうこの顔嬉しすぎて、この顔ちょっともうあの飲食店にいていい顔じゃないこれ。もうすごい嬉しくて、もうさ、このローレシークレット絵柄ローレ、あーもう笑顔があーってなって、もう本当に嬉しかったこれ。あ、ちょっとこれあのちょっと軽く食べてるシーンですねこれ。ちょっと、うん、捕食者ということで、すごい飲食店あるあるですね、うん、捕食者ということで、これもう本当に嬉しかった。もうこの顔やばい、飲食店にいていい顔じゃないですって。はい、3パック目はキラーン、誰でしょうか。あっちなのシークレットです。あー、やばいですこれは。あー、秋の T
と指切り現場、嘘ついたらすごい僕のお家に多いで、指切ったというか、指しゃぶらせてもらってますね、これほんとグロ。あの、グロシーンです。すいません、して。もうさ、こうやってさ、ロレとアチナのシークレット手に入って、もうすごいね、見てこの顔、本当に。あーってやらせて、もうハロプロ入ろうかと思いました、嬉しすぎて。うん。ということで、4パック目はこちらでございます。あ、アスタクユ可愛いですね、キラキラ。指ハートでもすごい、指がすごい、もうまとわりついて指がということで、5パック目は、イブラヒム先生、ありがとうございます。イブちゃん、イブちゃん、可愛いですね。ちょっともう、あんた、イブちゃん、可愛いねって、こう、近所のおばさん、マウント取っちゃったで。はい、6バック目は誰でしょうか、キラキラ、シュピシュピシュピ。あ、イブラヒムさんの別のやつですね。あーって驚いちゃってますね。ほんと、ラブライブって感じで、ほんと、もう、みなみことりちゃんですってなりました。はい、次のバックは誰でしょうか。すごい、もう、これ、ドキ。このドキドキは、なぜ止まらない。ここあセラフくんとしちゃってるこの感じあピースピースあのこれグッズ開封 あの今料理届いてますよ、あのめっちゃ店員さんに見られながら開封してたんで ありがとうございますって言って、はい次行きたいと思います。シュピーン誰でしょうか、キロン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 、あイブラヒム先生のシークレット絵柄でございます、イエーイ。あのね厨房のおじさんもね見守ってくれてました、ニコニコしながら僕のこと見てから、はい最後の10パック目はアスタックのシークレットでございました。あ一緒にウィンクしちゃいます、あマウントとかじゃないんですけれども、ちょっとあそごめんなさい最後じゃなかった、うん最後のはこちらでございます、はいセラオちゃんでございますね、チュピーもうセラゴちゃん、おーはい今回はこんな感じでございました。もうさシークレットでって嬉しいけど、でも通常ロレとアチナも欲しかったなって思いつつ、でも嬉しかった、もうとりあえず出てくれてありがとう、みんな存在してくれてありがとうっていう感じでございました。もうスタッフさんも厨房のおじたんもすごいなんかアットホームで、なんかタイ料理も美味しくて、お店の皆さんありがとうございました、なんかすごいアットホームで開封しやすくて最高、また来ます。はいじゃあ次はめちゃ強いの皆さんのお面をなんか仕入れてから使えてなかったので、プリクラ一緒に撮りたいと思います。もうなんかお面はやっぱプリだよねみたいな、ギャルだよね、ポップティーンだよね、こう悪魔アゲハだよねということで、一緒にプリクラ撮らせてもらいました。このプリッキーね、カービィコラボですごい可愛いの、こんな感じ、カービィとマナ君がコラボしてますよって。あ次はウェン君も行きたいと思います。おーそうカービィカービィって、ウェン君はアイドルだからウェン君ポーズさせてもらいました。はいこんな感じですね、ちょっとカービィが目立ちすぎてるかなっていう。あ次はカゲチ君ですね、カゲチカゲチプレミアムカゲチ太郎君ともニンニンってさせていただいて、あのぶっちゃけカービィない方がちょっと漏れてるみたいなところあるんですけど、まあ、ごめんカービィ好きよ、カービィの悪口言っちゃった、ごめんなんかごめんなさい、違うの違う、カービィは大好きだな。次はこんな感じ、あのもうねなんかあのこうやってお面だけで撮るのすごい可愛い、あのワドルディが周りにまとわりついてすごいね、そうあのやらせていただいてるから、こうやってなんかお面単体で撮れるっていうね、これなんかねやっぱりお面はプリクラ撮るために存在してるかなって感じで、もうすごいね、もうカービィちょっとさ正直ちょっとカービィね、ちょっとカービィな、あでもこれ可愛い、このカービィこれやっと役に立った、あごめん違う違う、カービィのこと悪く言ってるわけじゃなくて違うの、これこんなにあのカービィが主張してると思わんくて、でも可愛くないこれ、あなんか最後なんかやってますねこの人、怖いんですけど、いや怖すぎだろ。はいこんな感じでたくさんプリクラ撮らせてもらいました、もうね嬉しかった、他のメンバーめちゃ強いのメンバーともねプリクラ撮りたいの、ほんと素敵、あこれはあのロレッピのクリアファイルせっかく買ったので、なんかロレッピとクリスマスイルミネーションデートを決めさせてもらってますね。いや今回のロレッピ本当に顔が好きなの、えやばないこれ、やばいんやけど、かっこいいって好き、顔。なんか、ロレピ、これなんか、あの、すごいなんか、なんか、あの、うぶな女みたいなの演じながら、なんか、あの、やってるんで、あの、友達に、値段外しないの草って言われながら、値段外さないでデートしてるの草って言われながら、デート決めさせていただきました。はい、見て、こんな感じ。待って、こんなのリアルが充実してるオタクじゃんみたいな感じですごい、これで、今年のクリスマスはロレピと思い出作れて、なんか、あと5年ぐらいは健康でいれるよ、僕。ありがとう、ロレ君。これからもロレ君でいてね、鎖骨たくさん見せてねって思いました。はい、ちょっと短かったけど、こんな感じでございません。二次フェス行けなかったんですけれども、ちょっと癒された感じで、ということで、あの、二次フェスね、今1日目なんですけれども、あの、アルバンクのフィギュアが発表されてめっちゃ嬉しかった。もう、アルバンクのフィギュア、かわいいかわいいしたいからね。うん、かわいいねって、来年のね二次フェスは行きたいなって思いながらね、ちょっとねツイートとか見させてもらってて、さあなんか二次パペもたくさん持った集め、いや来年こそはぜひ参加したねってねおじさん思ってますね。うん、なんかコウ君の板場作ってチャレンジしたいしさ、一番最初の動画で見せたさロンティーとかさクズハ君パーカーとかもさ着ててさ、てかさロンティー着た上にパーカー着ればいいんだなみたいな、あこれ拳でマウント取ってるシーンですね。だからもう来年もなんか行けるように頑張りたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。来年は2024年は行けたいと思います。せめて入場させて。